はい、皆さん、こんにちは。こんにちは。日本全国 MDK チャンネルさあ、今日も始まりました。JHC がお送りする日本全国 MDK チャンネル。毎回、日本中の健康経営を広めてくださってます。プロフェッショナルの方々にご出演いただいております。さあ、今日は神戸、兵庫県の方から、お庭さん、こんにちは。こんにちは。楽しみにしておりました。それでは松尾さんお願いします。すいません。こんにちは。こんにちは。あなたのハートに火をつける、インタビュアーの松尾でございます。今日はお忙しいところお庭さんありがとうございます。ご出演の方ありがとうございます。今日はよろしくお願いいたします。お願いします。はい。ではもう随分とアイドリングもできたお顔出しされてるので、今日はお庭さんのために。3つご質問を用意させていただきました。はい。では、心の準備はよろしいですか？はい。では、参ります。1つ目、自己紹介と本業の強み、そして、今、アルタイル兵庫というファームに、入ってらっしゃるんですが、そのファームの特徴などあれば、お願いいたします。はい。皆さんはじめまして。 Zoom で簡単手前味噌作りというのをしているアルタイル兵庫のお庭恵子と申します。伝統美容食育推進支援協会という協会に所属しておりましてで、何をしているかというと、日本の本当の食卓力の推進を目的に、身近な人からの健康や幸せを願って活動をしています。で、Zoom で味噌作りっていうとなかなかイメージしていただきにくいかと思うんですけれど、味噌作りのキットを各お手元にお届けしまして、で Zoom でつないで一緒に作っていく2時間ほどのワークショップになります。用意していただくのは本当に作業のできる勉強机ぐらいの、足元机ぐらいのスペースと、手を洗う場所さえあればどこでもしていただけるので、ぜひ体験いただきたいと思っています。それによって安心、安全、簡単、びっくり、おいしい手前味噌作りが体験いただけます。それを会社の皆さんとかでしていただくことで、社内のコミュニケーションであったり、もしくは Zoom なのでご家庭で受ける方もいらっしゃったりすると、ご家庭の中でのコミュニケーションだったり、そういうのが促進できるということと、あと食生活の見直しのきっかけになるということと、あとは今免疫力のね、コロナのこともありますので、免疫力のアップっていうことで発酵食品を取り入れていただくっていうことや、そして防災にも絡んでくるので、それは講座の中でお伝えしていきたいと思うんですけれど、いろんな角度から健康経営にアプローチできると思っています。で1万人の方たちにそれを体験していただきたいということで、要は生き抜く力を皆さんにその知恵とマインドをお伝えしたいと思っていて、この綺麗な日本プロジェクトっていうチームがありまして、全国の素晴らしいリーダーとともに活動してるんですが、ちょっとこんなね、美しいバラを背負っておこがましいんですけれども、綺麗な日本人っていうのは、なんかこう昔ながらの日本人の風習とか心遣いとか、振る舞いとか、そういう中にある美しさを思い出して取り戻して、自らも実践しながら、周りの方にもお伝えしていくということで活動しています。はい。で、アルタイル兵庫なんですけれど、こちらのファームは庭さんっていうすっごい熱いリーダーのもと、今も徐々に人数が増えてきていて、どんどん増えてくるので、細かいご職業を言うと抜けちゃう方が出てくると嫌なので本当に体からのアプローチ、心からのアプローチ、お金の面のアプローチ、備えのアプローチ、いろんなところからサポートできるメンバーが揃っていまして、皆さんすごく誠実で真面目で、心優しくて、だけどそれぞれにやっぱりプロ意識を強くお持ちの方たちが集まっているので、親身になって関わらせていただけるチーム、ファームだと思っています。はい。はい。ありがとうございます。ね、いや、お味噌は本当に大切ですからね。はい。はい、ありがとうございます。では、2つ目のご質問です。はい、健康経営導入のポイント。挙げるならコツ、ズバリ一言、どんな感じのことでしょう？そうですね、健康経営を取り入れる会社の代表者の方や、もしくはその担当者の方だけではなくて、うん、従業員の方たちがみんなこう当事者意識を持つように、そういうふうに働きかけることが何よりだと思うので、それを大事にお伝えしたいし、それがコツになると思います。なるほど、ありがとうございます、はい、では名残惜しいですが最後の3つ目のご質問です、はいはい、健康経営導入を迷ってらっしゃる方へ一言、はいはい、勇気の与えてください。そうですね、迷うということは基本的には導入したいという思いが終わりだと思うんですね、うん、なので何に迷ってるのか、何がためらうポイントなのか、そこを率直にお話しいただけたら、きっと私たちはそれをきちんと解決して差し上げることができると思うので、まずは何なりと聞いていただきたいし、不安や迷いをお話しいただければなと思っています。はい、はい、素晴らしい、ありがとうございますなんで笑ってるんですかありがとうございます。では鈴木さん、はい、マイクをお渡しします。国野さんありがとうございました。ありがとうございました、ね、伝わってきました。ぜひ健康経営はまずみそからということで、はいね、広めていって皆さんと一緒に広めていっていただければと思います。ありがとうございます、ありがとうございます。はい、では松尾さんMISO でいきましょうか。違うかいつものあれですね。M のあれで、はい、いつものあれで、はい、いつものあれで、はい、はい、では鬼原さん、はい、勇気を持って、はい、ぜひ広めていただきたいと思いますので、はい、こちらのポーズもお願いいたします。はい、お願いします。では参ります。お願いします。みんなで、みんなで、楽しく、楽しく、健康系、健康系。今日体育時間長かったね、ちょっとね。体育時間長かった。グッドです。はい、ありがとうございました、皆さん。またね、次の動画でお会いしましょう。はい、ありがとうございます。チャンネル登録お願いします。はい、はいはい、読者登録お願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。